えっとあの偏頭痛なんですけど、これは体質なので治すんじゃなくて付き合っていくしかないわけなんですよ。自分の頭痛ってどうやって起きてくるんだろう？っていう。どういう時に起きるんだろう,う。要するに付き合う相手の性格が分かれば付き合いやすいわけなんですね。 脳にまつわるいろんな症状、病気、治療法などについて、佐村院長にお話伺っていきます。今回は、片頭痛の治療についてですね。そうですね。よろしくお願いします。えっと、あの、片頭痛なんですけど。血管が開いて、頭巾付き、脈打つうの痛みで、ゲーゲー入って、猫目なのが片頭痛なんですね。これは、あの、体質なんですよ。 まあ遺伝的な要素も大きいのでこれは体質なので治すんじゃなくて付き合っていいくしかななわけなんですよでまずこれ起きてくるきっかけが分かればそれを避けていくっていうどういう時に起きてくるかっていうの自分の頭痛ってどうやって起きてくるんだろうっていうどういう時に起きるんだろう、うん、要するに付き合う相手の性格が分かれば付き合いやすいわけなんですね。この人こんな時怒こるなとか分かれば怒、うん、らさないように上手に逃げればいいので偏頭痛も同じなんですね。 まあ多いのは寝、えっと、寝不足、寝過ぎ、疲れ、ストレス、トレあと強い光ですねでこれからの夏場とかの、えっと、日差しの強い時にあの外出る時はサングラスかけてくださいとか帽子かぶってくださいとかあとは、えっと、食品類あれ食べてこれ飲んで痛くなるってのが分かればそれを避けていくと、まあ、赤ワインなんか結構てきめんですし日本で売られているプロセスチーズはまあ大して頭痛くならないんですけど、まあ、フランスのなんか青カビのチーズとかですねめちゃくさいのああいうのは、はい、あの頭痛の原因になることもありますし。 またコーヒーのカフェインは血管を収縮させるのでコーヒーをずっと飲んでると、はい、あのそれを飲まない日にリバウンドしちゃってですね今度は血管が開いて痛くなってくるってことがあるらしいのでですから<ー>濃ゆいコーヒーは2杯までにしてくださいとかですね、まあ、そうが分かればそれを避けていくと<ー>、はい、あと子供ではその、えっと、低血糖結構朝から溜めたくて学校行けないと子がいるのでそういう子たちは登校拒否と思ってたら実は低血糖でしたっていうことがあるので学校に行って で行かせたつもりなのにににすぐに頭が痛いって言ってて言保健室に行くでもちろん朝食ちゃんと食べたとかっていうチェックはあると思うんですけど、はい、それがもう前の夜何を食食べべたたかかにも影響すすするこことととがありまなっいうことですねそれの指導だけですごく良くなった子もうちでもいらっしゃってその子は高校生だったと思いますけどこの、えっと、仕組みが分かってから低血糖で頭痛が出てくるっていうことが分かってからそれを避けるようになって頭痛はもう格段に減ってるんですね。 あと偏頭痛を予防する栄養素があるのでそういうのも多めにとってみてくださいと<あ>、はい、これはまあ一例ですけどね<ー>マグネシウムとビタミン B 群これはあのサプリで取っている方もいらっしゃいますでも攻撃したことが分かれば、ま、あの予防にもつながっていきそうですね,そうですねはいあとは、えっと、ストレスがすごいかかった時に出るんですけどストレスが抜けた時にも出るのでまあ多いのは朝寝坊今日日日曜日だから昼まで寝ちゃおうとかですね出張に行ってすごい緊張して帰ってきてほっとしたらガーンと痛くなったとか 常に同じテンションで生活してくださいとそうすると予防になりますよっていうことをまあ指導するわけなんですよみ痛み止めの飲み方もあるんですね飲み方はいありますので出てくるそのタイミングが分かる人がいるんですねあの線気暗転って言うんですけどこうんか光が見えたりとかですね、まあ、そういうのが出てから頭痛が出てくるパターンがあって そうすると、その前兆が出た時に、あの、痛み止めを飲むと。それと、その前に、さらにその前に予兆っていうのがあって、例えば生あくびが連発してきましたとか、急に肩がガーッと張ってきましたとか、気分がドーンと落ち込んできましたとか、はい、まあ疲労感みたいなのが急にぐっと強くなる人がいて、こう予兆っていうんですけど、場合によっては予兆は1日2日前から出てくることがあるので、まあその人その人でタイミングが違うんですけど、そういうのが出た時にですね、痛み止めを飲むんですね。 この時点で飲むんですけど、偏頭痛の時は、あの、まあ、ホルモンの関係とかで腸の動きが止まってしまうことがあるので、結局それで気持ち悪くなってゴエーヤーって入っちゃったりするわけなんです、ね。ですから飲んでも腸まで流れていかないパターンがあるので、生徒剤も一緒に飲んでもらうんですよ。腸を動かす薬を、ね、そうそう、腸を動かす薬を一緒に入れるんですね。そうするとすごい効きが良くなってくるので、こういうのを上手に使うとですね、これだけで1年間寝込みませんでしたまたちょうだいみたいな、そういう方もいらっしゃるので、 で、それでなかなか良くならないとか、なかなか効かないとか、やっぱり頭痛の発作があの多いとかっていう場合には、予防薬を使うんですね。で、ガイドラインでは予防薬の適用は、月に2回以上変頭痛の発作があって、まあ、寝込むぐらいの生活に支障が出る方は予防薬を使ってくださいと。で、たくさんあるんですが、僕たちよく使っているのは、まあ、抗うつ剤ですね。これは、<ー>はい、うつ病の薬なんです。子供のおしょの薬なので、小児科でよく使う薬で、 まあ子供でも全然ヘッチャーで使えるわけなんですけど、よく効くんですよ。でうちで今一,一番ちっちゃい子は5歳から使ってますけど、はい。もう保育園でお遊戯できないみたいな、お友達遊べないみたいな<ー>そういうことが今はもう全然他の子と遊べるぐらいになっているので、すごい効いてるんですよね。子供から使いますし、こういう予防薬を使いながらあの痛み止めも上手に組み合わせて使いながらやっていくんですよ。 で、もう一つあの強い痛み止めがあって、トリプタン製剤って言うんですけど、はい、あの、偏頭痛に特化した薬なんですね。<ー>非常によく効くんですけど、えっと、これはまた問題が <laughs> あるわけなんですよね。<laughs> 開いていたい血管元に戻るんですけど、開いてない他の血管まで縮めてしまうので、別に体全体の心臓とか肝臓とか肺とか、重要臓器の血管まで縮めてしまうので、で、血管が縮むっていうことは、 ホースの先を指で押さえたんだと一緒で、水の勢い、血液の勢いが強くなるんですよ。つまり血管にすごい負担がかかるので、<ー>血管の弱いところにビシビシ当たるとですね、だん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 こんなコブが出てきたりとか、コブが出てる人は破裂の危険も高くなってくるので、<ー>ですから片頭痛の人は、ね、必ず脳のチェックしないと、こういう薬使えないんです。はい、ですから片頭痛の、まあゲゲ吐くような頭痛の人は必ず脳のチェックもして、 で普通の人よりもやっぱり2倍以上のこの動脈で出やすいと言われてるので偏頭痛ってやっぱりあの難しい病態で診断基準に当てはめて考えないといけないんですけどあの薬がうまく効いてないなとかいう人はぜひ脳外科に来ていただいてきちっと脳まで見て診断基準に当てはまるかどうかまで確認して薬の治療を組み立てていくと今回は偏頭痛の治療についてでした。 皆さんもぜひ参考にしてください委員長ありがとうございましたありがとうございました